あらあら、これはまた愉快な場面です。今真面目なところなんだからちゃちゃ入れないでよ、短髪。クロコ、ジャッジメントの治安維持活動って民間人が協力してもいいんだったわよね。お姉様、さすがに病院内ではちょっと。くっそ、まあいいわ。今日の最終結果見た？うちの学校はあんたの学校なんて軽く抜いてトップに立ってんだからね。罰ゲームのこと忘れてんじゃないわよ。いや罰ゲームって言われてもこの体じゃ競技に参加できないし。じゃあ死ぬ気でやれば